初手最後方にいました6番の山下雅人、前の位置まで上がっていきました。切り替える4番の真鍋慎也、そして1番の大崎義人も少し切り替えを見せていまして、2コーナー回ってバックです。初手前受けでした3番の黒川でしたが、それを切りました短期6番の山下雅人、同じく短期4番の真鍋慎也が続いています。さらに短期1番の大崎義人も続いて、そして短期の2番の久保田智之と短期4選手が先頭2番手3番手4番手で、3番の黒川引いて5番手、結局かけました6番の山下かけています。短期4選手が先頭から4番手、最終周回です。番手になっているのは4番の真鍋慎也、真鍋が番手から出るかどうか。そして1センター5番手から3番の黒川まくっていきますが、2コーナー番手発進です。4番の真鍋慎也追走、1番の大崎義人、そして2番の久保田智之、さまくってくる3番の黒川ですが、今のところは3番手から2番手縦足出してくるか、7番の向草孝弘、4コーナー回って直線です。先頭4番の真鍋から2番手1番の大崎義人、1番の大崎が番手から追い込んだところがゴール。どっちにしちゃうんだよ。